この魔女さんとのこう YouTube 配信でも、うん、こう一体とか、はい、うん、統合とかって話も少しこう出てきてますけど、うん、木と人間とか、はい、木と花とか、うん、こうやって分けなくていいわけですよね。そう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 、本当に木動植物も私たちも同じこう地球の中に生存しているもので、うんうん、こうなんか潤滑しているというか、そうそう、食べ物あの分離っていうものが始まったのが、うん、あの地球史の中でね、うん、あの激しい分離が始まったのが2000年前ですね、うんうん、縄文から弥生に変わって、ね、ゼロ期から始まって弥生期っていう風にね、うん、移っていくと、うん、人はね所有欲っていうのが出てきて、うんそうですね、所有の欲っていうものはどこから始まるかっていうと、うん、分離から始まるんです、うん、誰よりも多く持ちたいとか、うんうんうん、誰の土地であるとか、うん、もうすでにもう分離がある、うん、そのあたりからね、うんうん、神様とか、うん、人間とか、うん、あなるほど、ね、あ分かれていく、そういうわけも全部作った、ね、それをね、うん、あのやっぱり利用する私たちよりちょっと頭のいい人間も出てくるわけなんですよね、うん、で神様らしき人が生まれた、うん、あえて言うとイエス・キリストみたいな、うん、でじゃあイエス・キリストを奉って、うん、このようにすれば人はそこへ集まるだろうっていうのも分離なんですね、うん、拝むっていうことも分離、うん、ね、あの祈りを捧げるとか、うん、頼み事をするっていうことはもうこれはねあの素晴らしいことだと思ってる方がいっぱいいるんだけどね、うん、素晴らしいけれども残念ながら分離だと私は、うん、あの見ています、うん、そう祈りもお願いをする祈りだとお願いする側される側、ただこう祈りっていうのもただこう無心になって一体になるみたいなのが祈りって言ったりも、うんうん、それはちょっと違うわけですね。そうあのね皆さん祈りし毎日捧げてるんですよ、うん、例えば、うん、サラリーマンで会社に仕事に行って、うん、じゃあこのうず高くたまった仕事をね、うん、やりなさい、うん、で初めはいやいややってたら今度のめり込んでね、うん、あーってやるじゃないですか、うんうん、その時に初めてそれが仕事になる、うんうん、人に携わる仕事になるんですよ、うんうんうん、その一瞬これがあの人のところに届きますように、うん、これがあの企画成立しますようにというね、うん、祈りなんですよね。なるほどね。ね、うんうん、で職人さんなんかはもうよくやね、うん、分かってるね。そうですね。うん、あの靴をね磨きながらね、うん、この綺麗なね革にしてね、うん、どうぞこれを履く人の足を守っておくれって、うん、パン屋さんね、うん、美味しいパンをいっぱいね、うん、作って、うん、このパンを子供たちが食べた時の喜びがどんなだろうって想像しながら作る、うん、それがね、うん、私すべて祈りだと思うの、うんうんうん、ね、うんうん、だからあえて偶像を崇拝する祈りではなくて、うんうんうん、誰か偉い人をてっぺんに掲げてね、うん、その方のもとに集めること自体は祈りではないです、うんですね、分離です。いろんな世界があって皆さんには見える世界と見えない世界、うん、ありえるかもわからないけどありえない世界、うん、それらをね、うん、全てね、うん、バランスよく自分の中で、うん、映像にしてみたらいかがし、うん、うん、これからはそれができる時代です、うん、なかなか見ることができない方の方が多いわけだから、うん、あのどうして見えるようになるんですかって、トレーニングしたらいいですか、修行ですかってあのそういう問題じゃなくて、うん、本当は誰でもが見えるように仕組まれてます、うんうんうん、だけど、うん、その目を塞いでいるのは、うんうん、自分自身、うんね、うん、で社会というね人が作った、うん、あの世界を大事にするのもあなた、うん、だけども自分が作り上げていこうという世界を大事にするのもあなた、うん、でもできれば、うん、バランスよく、うん、全てがねハーモニーの中にある世界を、うん、みんなでこれから実現しましょうと私は思います、うん。
なんかその言葉をすごく後押しするように、うん、なんか今漫画の世界とか、うん、アニメの世界とかもう映画だけじゃなくて、うん、ちょっと私名前忘れちゃったんですけど、うちの子供たちが中学生と大学生の子供たちが転生って言い始めてるんですよ。あー、ね、そんなことは、うん、もう私がどんなに言おうともママ何言ってんのみたいなだったのに漫画のタイトルなんですよ。転生っていうのが漫画に入ってて、生まれ変わりなんですよ。いろんなところから、うん、いろんな声をこう届けるようにこうなってて、うんうん、なんか少しずつ少しずつ、うんね、うん、こう開けていくっていうんですよね。そう思いますよ。あの、うん、輪廻転生ってね、うん、あの転生とも言われてるけど、うん、あのそれがないものではないので、うん、でじゃあ経験があるのかって聞かれたわ、うん、あの私は少し前までは、うん、ある方もいらっしゃるんじゃないですかって言ったんですけどねでも今はね、うん、あのはっきりした自分が記憶を持つ転生の話はします。それはなぜかっていうとね、次元はここだけではないから、ねうんね、地球は一つだけではない、うん、霊的な地球も存在するし、うんうん、そこから、うん、あ、ずんずん皆さんは好きな言葉あるね、次元上昇とかね、うん、アセンションって言うんだよね今ね、うんうん、でアセンションという言葉もあるから、うん、なんかいろんな角度から人が、うん、あの見ることができるっていうのはね、うん、それははっきり事実です、うん、じゃないとこんな出てこないですよね。んパラレルワールドとか、うん、あとこう時空を超えるとか、はい、時間がここに何度も繰り返するとか、うん、もうどんだけの数の映画があるか、はいはいはい、こんだけ出てくるんですよ。そうです、ね、これでも買ってくるそうそうそう。ってことはやっぱりそれは制作側の意図だけじゃなくて、うん、やっぱりそろそろ本当にこう、うん、そうそう知っていく必要があるところに、うん、もう、うん来たっていうか、うん、あの特に映画の関係の方は皆さんそういう力をある程度内蔵されてますね、うんうん、すねあの読み解くっていうかね、うんうん、それが正しいと思ってね、うん、わーってならないで、それはそれで収めて、うんうん、あなたが今度ね主人公にならないと、うん、そうですね、きらめくのは輝くのはあなただからね、うん、うん、そうですね、私はそう思うな、うんうん、なんか少しずつそういうのを、うん、これはもう別次元の話とか映画の世界ではアニメの世界ではだけじゃなくて、うんうん、まあ、そこから始まってもいいんですけど、うん、なんかこのコロナ禍が来て、まあ、言ったかもわかんないですけど、私はそこであなたはどうするの、なんかすごくそういうクエスチョンをずっとこの3年ぐらい言われてて、うんうん、あのとても大切なことですよね、うん、あのみんな個で生きてないので、うん、あの個で生きてるって自分は自由の中で自分自身で生きてるんだって思ってる方が非常に多いんだけど、うん、残念ながら、うん、作られた社会の中で生きてますよ、うんうんうん、あのそれをねなんか自分の中で謎解きのようにね、うん、解いていく時代が始まりました、うん、で始まっただけではなくて、うん、謎を一つずつこう剥がしていくとそこにバランスが現れて、うん、そのバランスはどこにつながっているかっていうと、ここで初めて皆さんが地球とつながっているということがね理解できる時だと私は思います、うん、なんかそのつながってるつながってるっていうのが、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、うんうん、どういう風なのつながってる、生まれながらつながってますね、うん、インスピレーションのままに動けるとつながってることがすっごい理解できる、うん、なんかねその前回も言ったんですけど、こうリラックス、うん、リラックスとかなんでこんなに来るんだろうって言葉がすごい来るんですよ、うん、だからそれって実はこう、うん、大地だったり、うん、空とこうつながってる状態、うん、先人ともつながってるからね、うんうん、そうするとこう揺れてるのもリラックスしてるってことはざわつきがないってことですよね、うん、だからそうです、だからこうやって揺れ始めると感情が揺れたりすると思考がわーってなると苦しくなったり、うん、それ分かりやすくなるんですよね、そう、だからもう本当にリラックスするような時間をいっぱい取っておくと、うん、そのバランスが取れてるっていう感覚も分かりやすくなるのかなって、うん、そうですね、うん、あの
迷っていないとインスピレーションで動くと、うん、その線上に自分の必要なものが全部落ちてる、うん、全部必要な人と出会う。そうですね。ね、うん、でそのこちら側の意見ね、みんながっていう意見を聞いてしまうと、うん、そっちへ行くと全て外れてくる、うんね、探し求めるものが全部なくなっていく、うん、でこの外れるっていうのは、うん、やっぱり何でじゃあ外れてるのって分かんないっていう人もいると思うんですけど、うん、やっぱざわつきだったり、うん、苦しかったり、うん、ねばならないとか、うん、そうそうそう焦りが出てきたり、うん、そういうちょっとこう一致感がない感情とか、そうだね、そういう状況に置かれていくのは外れてるっていう感じ、うんうん、そういうふうにあの理解ができるときは必ず来ます、うんうん、ですね、うん、私あの企業だけじゃなく個人セッションもやってるんですけど、うん、そこで個別にお話しするクライアントさんには、うん、そういうことをお伝えするんですね、丁寧に、うん、で初めは分かんない、うん、だけど何回か繰り返してセッションを受けてくださる方は、うん、こういうことが起こったこういうことが起こったとか言って、うん、それはこういうことだよこういうことだよ、うん、かもしれないっていうね、うん、言っていくと今マジュさんが言った、うん、前に前に準備されてくるっていうのが、うん、分かったっていう人は続出です。わすごい、ねうん、あの本当にね扉を開けて、うん、ありがとうございましたってドア閉めた瞬間に誰かに会うっていうぐらい、うん、あのすごい時代です今、うんですね、瞬時でね、うん、あなたの道が自分自身に、うん、奥にねつながってるかどうかっていうのを確かめられる時代、うんうん、そうでもできればあのうん、身近な妖精を味方にすれば面白いかも。妖精、ね、こういうのが本当に分かってくると、うん、一致してるってことも分かるし、うん、すごくさっき言ってたこう一人じゃない、うん、すごくたくさん味方がいる、うん、そうそうそう手を差し伸べてくれるのは、うん、こう見える人だけじゃなくてそうそうそういろんなものがあるんだっていうのね、うんあの見える見えない関係なくて、うん、誰一人ってことはありえない、うん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 、だからなんかさっき日本人がみんなで、うん、みんながやるからなんとかっていう判断のみんなはちょっとそろそろねこう置いてくけど、うん、反対に日本人ってみんなでできるっていう、うんうん、そっちの強みにこう、うん、みんなを生かしていくといいかもしれないですね、うんうん、矢をよろずの神みたいな、はい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 、わりかしこうウェルカムですよね、うんあのうん、宗教の枠も、うん、そんなに他の、ね、国々の人たちってそこに生まれて、うん、そういう文化の中で、ねうん、あの暮らしちゃったからこの宗教じゃなきゃダメとか、うん、すごくこう縛りがある中で、うん、日本の人って、まあ、縛られてる人もいますけど、うん、多くの人々あんまないですよね、くくりが、うん、あの縄文の時代は宗教もなかったし、うんねうん、あの信仰はありました、うん、信仰心は、うんうん、でその信仰の対象は太陽とか月とか自然現象、うんうん、そうですよ ね, ね, そ, ううですねでそうなんですよね、うん、でもう一つ大事なのはねトップがいなかったんですよ、ね、トップに誰かがいて、うん、その人からの情報の発信で動かなければならないってことがなかった、うんうんうん、素晴らしい時代ですよね、うんうん、やっぱり所有欲が出てきてからいろんなことが合わさったんだけど、うん、さっきおっしゃったみたいに、うん、矢をよろずの神はいました、うん、でそれはあの神として崇めるものではなくて、うんうんうん、神がいたであろうものを大切に使うっていうこと、うん、これはものすごい大きな違いがあってね、うん、違いですね、うん、あの物を崇めたり、うん、何かを作ってで神として、うん、その神に失礼なことをした人を罰するっていうことはなかった、うんね、あの全てのものに神が宿っているって考えた縄文から、うん、私たちは一体ね、うん、あの大事なものをどこに捨ててきたんだろうっていうのをね実はね研究してます、うん、大元はねその、うん、矢を自の神々っていうのは、うん、あの自然で霊なんだよね、うん、で霊っていうのはあの人がそこに愛を注ぐと霊が生まれる、うんうん、なるほど、ね、だけどあの生まれた霊を大切にしないと、うん、やっぱりいなくなっちゃう、なるほど、ね、
で私たち日本列島のに住む人たちっていうのは、うん、縄文のな DNA をね、うん、しっかり持ってると思うのね、うん、で今やっぱりそれをね、うん、思い出す方向へ考えないといけないのかなっていうことでね、うんうん考えてますけども、で縄文をひも解いていくと実はもっと古い古代の文明っていうものが一体どこから来たかっていうのがねちょっと分かってくるんですよね、うん、でそれをね紐解くことによって私たちがなぜ地球にいるかっていうことにね今ね接触しようとしてます。なるほど、それはまた次の話で。そうね内緒いやいやいや内緒じゃないです、聞きますよしまあ、ねね、また次の機会で聞いていこうと思います、はいはい。でなんか営業的なんじゃないんですけど、魔女の法則っていう本が、ね、はい、出されたんですよね。そうなんですね。新編って出たばっかり、はい、またねすごい綺麗な森のこの木は何ですか？シルババーチって言ったんだと思うんですが違います。カシの木の子供です。なんかすごく森の中で静かにこう佇んでる感じで、うん、も素敵ですね、ありがとうございます、うん、また内容ちょっと今日今手に取ったのでまだ中身を読んでないので、また読んだら少しお話ししたいと思います、はい、じゃあ次は読書感想文だそうです。うわ活字は最近読めなくなっちゃってるんですけど、頑張ります。はいはい、ということで、今回も魔女さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。